っちもいいんじゃないですか。なんで声かけてあの今暇ですかって。ちょっと向こう行ってもいいですか。はい、ですよ、はい、ですよ。一週間前の人たちの気持ちがすげえよくわかる。サンプルさんしてるっぽいですね。はい、どうもこんにちは、小宮山です。今日なんですけど、今日は銀座に来てます。今日は検証してみたいことがあって、トレーナー業っていうのはやっぱお客さんとのコミュニケーションで、お客さんから信頼を勝ち取るっていうのが最初のステップだと思うんですよ。まあ、予約の取れない、まあ、カリスマトレーナーとトレーナーになりたて、まあ、トレーナーになって3年未満トレーナーだと、やっぱそのコミュニケーション能力に差があるんじゃないかなと思って、この銀座コリドー街で、まあ、女性に声をかけて、どれぐらい LINE の番号を交換できるのかっていうのを検証していきたいなと思いますので、早速ですね、カリスマトレーナーと新人トレーナーを呼んでみたいなと思います。どうぞ。お願いします。新人トレーナー役で今日カリスマトレーナーのパワーズです。カリスマトレーナーの杉山です。よろしくお願いします。硬い。佐藤君はこの間ね、ヤクルトチャレンジでも挑戦してもらいましたけど、はい、まあ、メクサの期待の新人トレーナーで、パワーズ先生は男性向けのボディメイクに、はい、出てもらってますけども、予約が取れないカリスマトレーナー、こちらの杉山寛先生は社内研修よくやってもらって、で社内研修やってもらってますし、トップアスリートから大企業社長さんまで幅広いクライアントを持つカリスマトレーナー。でも一言言わせてもらうと、はい、めちゃめちゃ今日憂鬱ですこの企画に対しては。でも頑張ります。結構1ヶ月前からスケジュールをさせてもらったんですけど、本当にドタキャンされるんじゃないかされるんじゃないか、はい、すごい不安だったんですけど、ギリギリ行きました。ギリギリ来た。どうする意気込みは。まあちょっと差は見せつけないとなとは思ってるんで、プロと素人の差を見せつけたいと思います。頑張ります。なんとかやり通します。若さを売りにして頑張りますというわけで、早速コリドー街に行って検証していきたいなと思います。じゃあ早速行きましょう。意気込みは。意気込み、いやちょっとビビってるんですけど、まあ、慣れてはないです。慣れて、はい、初めて。早速行くのかと思った。これ歩いてる、歩いてるだけにやけじゃなくて。なんかあれですね、目合いますよね。目合ったら声かければいいかな。こうやって見てるとなんかいつもやっぱ止まってる人がいるんで、ちょっと止まってる人に行ってみます。声かけていこうかな。はい、はい、声から映してます。はい、年齢層高めなんです、声が。杉山さんってどこ行ったんですかね。どうですか、ナンパってしたことあるんですか。取られてるだけでも恥ずかしいんですよ。行ったら僕は行っちゃって、で離れるんですか。もう正直僕、はい、目が悪くて、はい、固められないかもしれないです。あ、大丈夫、大丈夫。ただ、遠くにいてもらって、はい、そういう時が多いと思う。あ、そうですか。わかりました。はい、じゃあ僕が、はい、大体この辺で声かけるって言って。あ、わかりました、わかりました。はい、じゃあこの辺で待ってます。作戦なんかあるんですか。作戦はもうとりあえず片っ端から行くって感じですね。こっちから行くっていう感じですね。でも僕結構離れていくんで、どんどん。もう道出たら全然遠く行きますから。めちゃくちゃ大掛かりの撮影ですね。そうなんですよ。ちょっと素人が違う方向に行く。ちょっとプロに対してはね。歩いてないですね。なるほど。こう行きましょうか。あ、OK、そうです。いや、めっちゃ緊張してきた。いや、俺が緊張してきた。ちょっとね、カメラを警戒されないように。そうっすね。で、行くときはもう僕行かないんで、ついていかないんで。あれ、
吹けんじゃないですか、あれあれ立つでしょ、うん、あれ絶対幸せだと思うし、ちょっと違うくらいですか。行くのか、かん行かないの、行かない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 、こう行くと見せかけて、はい、戻ります。お戻る、目の前の、おお、なるほどなるほど、すぐ断られちゃうんですね。すぐ断られちゃう、はい、今度はあの調査タイプ、トレーナーの調査をしてて、トレーナーのこう体つき、いい体つきだったら連絡先教えてくれるかな、調査系で。はい、はい、一人だときついんで、二人でもう取材感覚で、はい、行きますか、攻めましょう。了解です。惜しかったね、はい、そうでもない。まあ、あの最初にこう会話はつなげられるんですけど、あ、いかにこう広げていくかが鍵になるんですけど、 LINE まで持っていくっていうのはかなり高度だね。ダメっすね。人はいないっていう、自分のメンタルが。メンタルが。ゆっくり歩いた方がいいかもしれないですね。リラックスして見えますね。肩が張ってた感じだったからね、ちょっと。張りすぎですか。はい、大丈夫です。なんかこれ、普通に淡田さんのプロモーションビデオみたいになってますけど。はい、あと15分ですよ。これ、やり過ごす感じですか、もしかして。ダメっすよ。行きましょうよ。どうですか、心境的には今。誰か行きたいんですけど、はい、まあ、予想通りになっちゃうとちょっとそれも嫌なんで、そうですね、覆したいですよね。どうなんですかね、あんまうまくいってないような気がするんですけどね。交換してる交換してる、杉山さんすごい。行った。ありがとうございます。いや行ってるなと思ったんですよ、はい、新橋の方に飲みに行くって話だったんで、はい、あ、じゃあ友達来るんでって言って、もしあの嫌だったら全然いいですよって話で、はい、うまくなんか、はい、すごいすごいわ、本当に本当にあのマジで尊敬したっす。ありがとうございます。ね、体のことに関しても尊敬してるんですけど、新の方でもしかしたら目が出るかもしれないです、ね、目が出るかもしれないですね。新しい才能、次行きましょうか。次、はい、他のメンバーはどうなってんすか。意外にあの新人がバンバン連れてると。まあ信号待ちを利用したのもなかなかレベル高かったですね。そうですね、もうとりあえず、はい、足止めさせたっていうのが、もう肉を切らせて骨は違うか。肉を切らせて骨を買って、でも最初にもう成功してると僕も一安心します。いや本当に良かった。本当に良かった。もう、まあ、でもあの名誉のために聞いとくと、普段こんなことやらないですもんね。やらないに決まってる。やるわけないですもんね。やるわけないですもんね。だからこんだけ来る前に言ってたんですよ。僕の持論的に多分、はい、周りに人が多すぎると、はい、ちょっとやっぱ恥ずかしいじゃないですか。この人話しかけられてる、私が連絡先をみたいな恥ずかしさがあると思って、うんうん、そこはね多分ね得策じゃない。うんうんうん、ちょっとこっちにさすがカリスマトレーナー、やっぱ心理をしっかり読み解きますね。もうなんか安心したからちょっと調子乗ってる感じも。でもやっぱ成功してるんで説得力ありますよ ね、 そうですよね、説得力ある説得力ある、はい、トレーナーに必要なことですよね。そうですよ、お客さんの心理を読むっていうの、はい、その気持ちを一宿回りの人たちの気持ちがすげえよく分かる。メンタルがすごい。ストップ、あ、本当だ、荒らされてる可能性があるな。
いやまあでもこういうあの体張った企画にこんなカリスマトレーナーが出てもらって本当嬉しいです僕は。出たくないですよ。出たくないけど、まあ、でもやっぱ小宮山さんの要望が僕を動かしました、ね、動かしましたね。こう自分の殻を破っていかなきゃいけないっていうのはもう間違いなくあるので、ちょっと今破れかけてますよ今ね。もういやもうちょっと破ったんじゃないですかね。今あの目出してきてますよね。そうですよね、はい、そうですよね、出してきてるんで。ちなみにあと5分です。 OK、 ちょっとスピードアップしていいですか。はい、どうぞどうぞ。あら、歩いてる経験は、はい、逆に寝れるのかな。はぐれてしまった。え、ラスト3分で一人に声かけて、まあ、結構話してくれる方もいたんですけど、なんかコミュニケーションが続かずに、やっぱり勢いで声をかけれたけども、そういうとこだよ、勢いだけだった。結局ね、カウンセリングして、はい、話を盛り上げるんだけど入会してくれない。そうです。最終的にハートを持つ、そこはもう次は大事にしてるので。自分はですね、2組に声をかけさせてもらって、2組とも一応連絡先は、おお、はい、すごい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 。2人組だったんですよ、両方2人組で2人組に声かけて、で、今友達が後から来るんで合流したらご飯とか飲みどうですかって言ったら、まあ、1組目連絡先を決めて、2組はもう時間なくて歩いてる2人組を後ろからこうやって、まあ、鉄則的にダメとされるやつなんですね。予定ありますかって話をして、で結局それで予定ないけどトイレで急いでます。すいません、あのちょっともし同じ友達ちょっと後から来るんで、ご飯でもしたらご飯食べたらお腹いっぱいってさせてもらって、じゃあ全然飲みでも大丈夫ですって話をしたら、あ、じゃあトイレも行きたいしって言って連絡先を交換したそうですね。ありがとうございます。今俺もだってね、歩いててラップ大好きゼロゼロだね。いや、ラップ大だしょ。なんかプロモーション、なんかヒップホップのプロモーションビデオみたいなね。いや、行くチャンスあったのに。行けない気持ちはでも分かりますよね。なんかいろいろ考えちゃう。でも、そうなんですよ。安心するっていうのと、なるべく近くに人がいないかったから、なんかちょっとほら、近くにバーっているとなんか恥ずかしいとか。やってないですから、教えたくないわけじゃないけど、ただ周りの状況を変えてみると今ここで教えるのは難しいから、そういうことですよね。そうですから、いや、すげえ終わった。これどうしたの、チーム戦今一人の人たちばっかり狙ってたって反省ありました。反省のもとリベンジ戦っていうのは、ここで挽回して、うん、プロモーションビデオになっちゃうよ。あれ、YouTube かなんか撮影じゃねみたいな、ぶっかけよう、行きましょう、行きましょう。